橋本浩一君。はい、12番浩一です。皆さんおはようございます。自民党会派和みの橋本浩一です。今期初めての一般質問になりますが、一般質問の機会を与えていただいた市民の皆様に心より感謝を申し上げます。さて、中村市長には八代市にとって19年ぶりの2期連続当選、本当におめでとうございます。今回の選挙は議会の在り方、そして新庁舎建設問題等で市民の皆さんの反応の大きさを痛感した選挙であったと感じております。私は政治が安定すると地域が安定し、地域が安定すると地域が発展するものと信じております。それが現実となることを中村市長に期待するものであります。それでは一般質問に移らせていただきます。今回は市長の5つの政策の中から、5つの柱の中から4点の質問をさせていただきます。まず1点目、市長の今期の教育関係政策について質問いたします。5つの柱の中で3つ目の柱として、より良い教育環境を整備するために、幼稚園小中学校の普通教室にエアコン設置、学校施設の非構造部材の完全耐震化、小学校の英語教育の充実、また熊本県立県南支援学校の誘致等を挙げられておられます。その中からまずエアコン設置についてお尋ねいたしますが、温暖化が進み、夏の異常高温が日常化している中、学校の先生方、保護者の方々からも教室へのエアコン設置の要望が多く私にも寄せられている中、今回のエアコン設置は英断であったと思っております。そこで現在の状況、今回の設置されるエアコン設置についての概要、予算、そして設置スケジュールはどう考えておられるのか、教育部長にお尋ねいたします。次に2点目、市長の今期の子育て支援政策について質問いたします。子育て支援として、子どもの医療費の無料化が平成21年小学校就学前の無料化に始まり、中村市制になり、小学校3年生から6年生までとなり、そして翌年には中学校3年生までと一気に進められた感がありました。今期は高校3年生までの無料化を掲げておられます。そこで、これまでの子どもの医療費無料化と現在の状況を健康福祉部長にお尋ねいたします。次に3点目、クルーズ船寄港に伴う今後の課題について質問いたします。今年になって市内でのクルーズ船の観光客が急に目立つようになり、市内でもいろいろな催しもあっているようでございます。また免税店沿いの道路では頻繁に交通渋滞もあっていると聞いていますが、近年の気候状況と国際クルーズ拠点整備の今後について、経済文化交流部長にお尋ねいたします。以上で壇上での質問を終わり、4点目以降の質問は発言席より行わせていただきます。部長、鎌教育部長。おはようございます。議員ご質問の1項目目、市長の今期教育関係政策についての1点目、幼稚園小中学校のエアコン設置についてお答えいたします。昨日の野崎議員へのご答弁と重複する部分があるかとは存じますが、お許しをいただきますようにお願いいたします。幼稚園小中学校のエアコンの設置状況としましては、幼稚園の保育室へのエアコン設置率は
県内平均 64.9% でございますが、本市では未設置となっております。また小中学校の普通教室では県内平均 32.4% で、本市は 7.1% となっており、大きく下回っている状況でございます。なお小中学校でエアコンが設置されていますのは、すべて特別支援教室でございます。次にエアコンを設置する予定の場所および事業スケジュールについてのお尋ねでございますが、エアコンを設置する予定の場所につきましては、幼稚園では保育室および遊戯室の24室に設置を検討しており、小中学校では基本的に普通教室および特別支援教室の約450室を設置対象としております。また小中学校の図書室や理科室、家庭科室などの特別教室では、図書室にエアコンが設置されていない学校もありますことから、図書室に設置を検討しており、その他の特別教室につきましては今後の事業計画の際に検討したいと考えております。次にエアコンの設置にかかる事業費の試算では、総事業費が約32億円と多額の経費が必要となる見込みで、その財源等につきましては関係部局とも十分な協議が必要でございます。なお財源につきましては、国の補助制度や有利な記載などの活用を検討してまいります。またエアコンの設置工事をする際には、地元業者への発注を基本として、今後具体的な設置時期など事業の実施計画の検討を進める中で、工事の発注に関しても併せて検討していきたいと考えております。教育委員会といたしましては、幼稚園小中学校の普通教室へエアコンの設置が早期に実現できますよう取り組んでまいりたいと考えております。以上お答えといたします。以上、橋本浩一君。ありがとうございました。本市は、現在県下ではエアコンの設置率は非常に低いということで、低いようでございます。今回の設置計画では、幼稚園では保育室と遊戯室の24室、小中学校では基本的に普通教室および特別支援教室の約450室にまず設置し、同時に特別教室では図書室にエアコン設置していない学校には合わせて設置し、その他の特別教室にはその後の事業計画に検討すると理解いたしました。予算としては約32億円の総事業費と試算しており、財源として国の補助金および有利な記載を活用して行い、工事にあたっては市内業者を基本に行う方向であるということで、理解いたしました。多額の予算を伴いますが、ぜひ短期間で全校設置が完了し、子どもたちが快適な環境下で学習ができますようお願いいたしまして、次の非構造部材の耐震移管について再質問いたします。学校施設の非構造部材の耐震化については、熊本地震発生時、一部の学校施設が被災し避難所として使用できなかったということから、早急な非構造部材の耐震化が必要となっております。そこで学校施設の非構造部材の耐震化の現状、耐震化のスケジュール、財源としての補助金の有無について、教育部長にお尋ねいたします。よろしくお願いします。鎌教育部長。はい、自席から失礼をいたします。議員ご質問の学校施設の非構造部材の耐震化の現状、補助金スケジュールについてお答えいたします。非構造部材の耐震化の現状でございますが、災害時の避難所となる小中学校の体育館、武道場について、平成26年度に耐震改修工事の実施設計委託を行い、平成27年度から
耐震改修事業を実施しているところでございます。平成28年度に小学校4校の体育館4施設、中学校9校の体育館および武道場11施設、幼稚園2園の園舎2施設、平成29年度につきましては、小学校8校の体育館8施設、中学校6校の体育館6施設の改修工事を実施いたしました。小学校12校、中学校5校の非構造部材耐震改修工事未実施の体育館につきましては、来年度の平成30年度までに耐震化を完了させたいと考えているところでございます。引き続き、小中学校、特別支援学校、幼稚園の校舎等につきましても、調査、設計の後、計画的に老朽化対策を含めた非構造部材の耐震化に取り組んでまいりたいと考えております。なお、これら耐震化にかかる事業費の財源につきましては、国の補助制度や財政面において一番有利な記載を活用していきたいと考えているところでございます。以上、お答えといたします。橋本浩一君。非構造部材の耐震化は、まず災害時の避難所となる小中学校の体育館、武道場を行い、これまで平成26年度に実施設計の委託を行い、平成27年から事業を実施しておられるということで、平成28年に小中学校の体育館、武道場を合わせて13校の15施設、幼稚園の2施設、平成29年度は小中14校の14施設の改修工事が行われたということでございます。今後、平成30年度までに小中17校の改修工事を行い、引き続き小中学校、特別支援学校の幼稚園の校舎と国の幼稚園の校舎を国の有利な補助金及び記載を活用しながら、非構造部材の耐震工事を行っていくと理解いたしました。去年の熊本地震では、この避難断層の南の方はまだ動いていないということで、まだ非常に危険な状況にあると言われております。非構造部材の耐震化については、スピード感を持って取り組んでいただくことをお願いし、次の再々質問の小学校英語教育について質問いたします。次期学習指導要領の内容、本市が今後取り組む方法、課題について教育部長にお尋ねいたします。市長、釜間教育部長。はい。小学校の英語教育についてお答えをいたします。教育委員会としましては、近年のグローバル化、情報化など急激な社会の変化への対応、そして国及び県の方向性を踏まえ、八代の未来を担うグローバル人材の育成に向けて、英語教育の充実を喫緊の重要な課題と捉え、総合教育会議でも議題として取り上げられたところです。そこで本市の英語教育の抜本的充実を図るため、子どもが英語に親しむ環境づくりと、幼稚園及び小中学校における英語教育の推進の2つを柱として、具体的な取り組みを始めているところでございます。平成32年度からの次期学習指導要領において、大きく変わりますのが、小学校の英語教育でございます。これまで外国語活動がなかった3年生、4年生で新たに年間35時間、5年生、6年生については外国語を教科として位置づけて年間70時間の授業を行うこととなり、どの学年も年間35時間の増加となります。本市としましては、国及び県が推奨している先行実施を早速来年度から行うこととしております。各小学校が先行実施を含め、英語教育にスムーズに取り組むことができるような
体制づくりのために、今年度、小学校英語教育検討委員会を立ち上げました。現在の教育課程の中に、英語教育をどう組み込んでいくのかについての検討、授業で活用できるような参考資料の作成などを行っているところです。教員の指導力、専門性の向上も急務であり、今年度から小学校外国語活動担当者会や ALT の運営による教員向けの勉強会も始めております。課題としましては、授業時数の増加や低年齢化に伴い、ALT や英語支援員等の授業をサポートする人材を拡充し、指導体制の充実を図る必要が考えられます。今後、小学校の英語教育の充実とともに、中学校における英語教育についても、授業改善を図りながら、学力向上を図ってまいります。また、平成32年度からは、大学入試改革により、英語については、外部検定試験の活用がなされるなど、英語教育に関わるさまざまな改革が進められております。時代の変化に対応する英語教育の推進を通して、子どもたちの可能性を広げ、新しい社会を生き抜く力を持った子どもたちを育ててまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。橋本浩一君。ありがとうございました。本市の、今回 の、 基本方針として、子どもが英語に親しむ環境づくりと、幼稚園および小中学校における英語教育の推進、この2つの柱を、具体的に取り組んでいくということで、そういう中で、次期学習指導要領では、小学校の英語教育が、大きく変わってきているということで、これまで外国語活動がなかった3年、4年生が新たに年間35時間、5年生、6年生が外国語を教科として位置づけて、年間70時間の授業を行い、どの学年も結局35時間の増加となっているということで、理解しました。また、八潮市については、この取り組みを先行実施し、来年度から行われるということで、いろんな話し合いの中で、八代独自でこの教科書も、教科も作られているということで、八代市としての取り組みの熱意が伝わってきたわけでございますが、これにはどうしても先ほど言われました ALT とか外国語支援が重要なこの役割を担われているということで、ございます。ただ、この ALT の人員不足、これはもう否めないということで、ございます。どうぞぜひ ALT の増員、それから支援員の確保をですね、しっかり行っていただきまして、万全の体制で効果が目に見えて分かる英語教育になるようお願いいたしまして、次の再々質問のいたしたいと思います。再々質問として、県南高等支援学校の誘致について質問いたします。1期目の中村市長就任早々、氷川校跡地に県立松橋支援学校高等部氷川文教室が開校になり、現在に至っておりますが、将来的には文教室ではなく本校との多くの声もあります。中村市長もこのことを県に再三要望されていると聞き及んでおりますが、今現在どのような状況なのか教育部長にお尋ねいたします。鎌間教育部長。はい。県南高等支援学校整備の経緯についてお答えいたします。近年の特別支援学級の児童生徒の増加傾向を受け、特別支援学校高等部における受け入れ体制を整備し、合わせて氷川高校跡地の有効活用が図られるよう、平成25年10月県立高等特別支援学校の整備についての要望書を市長、教育長連名で熊本県教育長へ提出いたしました。平成26年4月、氷川高校跡地に県立松橋支援学校高等部氷川文教室が開校されております。
その後も県南地域における高等部に対するニーズは非常に高い状況が続いており、県では氷川文教室を新たな高等支援学校として再整備する計画が立てられていると聞いております。この学校が新設されますと、本市を中心とした県南の特別支援教育の振興とともに、氷川高校跡地のさらなる有効活用が図られるものと考えます。本市教育委員会としましては、八代支援学校と新設予定の高等支援学校が連携を進められるよう体制を整え、開校後は両校の特色を生かし、本市の特別支援教育のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。橋本浩一君。ありがとうございました。答弁にありましたが、県内地域における高等部に対するニーズとは本当に私も非常に高いと思っております。この広い敷地のある氷川高校跡地のさらなる有効活用にもつながりますし、県ではまた現在氷川文教室を新たに高等支援学校として再整備する計画が立てられているとのことでございます。ぜひ中村市長の強いリーダーシップを発揮していただきまして、近いうちにですね、県南高等支援学校の誘致が実現しますよう強く要望いたしまして、この項を終わります。次の2点目、市長の今期の子育て支援政策について答弁をお願いいたします。山田健康福祉部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の2項目目、市長の今期子育て支援政策についてお答えいたします。子ども医療費助成事業の現在の状況についてでございますけれども、子ども医療費助成事業は子どもの医療受診の機会を確保することにより、早期治療を促進し、健康増進を図るとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に、子どもの医療費を助成する事業でございます。これまでの取り組みにつきましては、平成21年4月に小学校就学前までの医療費を完全無料化とし、平成24年10月から手続きの簡素化を図るため、県内医療機関での通院に対して窓口無料化を行いました。続いて平成25年10月から対象年齢を小学校3年生までに拡充し、さらに平成27年度からは小学校6年生までに、平成28年度からは中学校3年生までと順次対象年齢を拡充し、子育て世帯への支援の充実を図っているところでございます。実績といたしましては、小学校就学前の子どもが対象であった平成24年度は資格対象者7385人、受給件数108,000件、助成額1億9000万円でしたが、中学校3年生まで年齢を拡充しました平成28年度では15,720人、228,000件、4億1600万円となっており、対象者、受給件数、助成額、それぞれ約2倍に増加しております。また同年度における3歳ごとの区分による件数、助成額を見ますと、0歳から3歳は件数72,000件、助成額が1億3100万円、4歳から6歳は件数54,000件、助成額が7800万円、小学校1年生から3年生は件数42,000件、助成額が8600万円、小学4年生から6年生は件数33,000件、助成額が6700万円、中学1年生から3年生は件数27,000件、助成額が5400万円となります。小学校就学前後で医療費の負担割合が変わり、結果増額となる年齢層もありますが、
年齢を重ねるごとにほぼ女性件数、女性額も減少しており、医療機関の受診の頻度は少なくなる傾向にあります。子ども医療費助成事業は現在では多くの子育て世帯にご利用いただいており、子育て世帯の経済的負担の軽減、子どもの健全育成に寄与しているところであり、今後も継続して実施してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。橋本浩一君。小学校法、就学前の子どもが対象だった平成24年は、資格者が7385人で、受給件数が10万8000件、助成額1億9000万、平成28年度は中学3年生までで、資格対象者は1万5720人で、受給者は22万8000件。助成額は4億1600万円と、対象者件数助成額とそれぞれ約2倍に増加しているようでございます。また子どもの年代ごとの件数助成額は年齢が上がるごとに件数助成額ともに減少の傾向にあると理解いたしました。そこで今期市長が掲げておられる高校3年生までの医療費を無料化にした場合の対象者数や助成予定額、また課題点を健康福祉部長にお尋ねいたします。以上。山田健康福祉部長。はい。実績からお答えいたします。高校3年生18歳までに対象年齢を拡充した場合、対象者は約3600人となり、医療費の助成額は約4800万円を見込んでいるところでございます。課題としましては、義務教育終了後となるため、新たに対象となる18歳までの子どもの中には、学生ではない勤労者や、婚姻等により家庭を持つ方など、自立している場合も考えられます。また保護者が市外住民で、子どもが市内の高校の寮などに居住している場合や、またその逆の場合もあり、さまざまな世帯状況が考えられるため、対象者の範囲など制度設計については慎重に検討する必要があると考えております。また国民健康保険における調整交付金への影響が考えられるところでございます。これは医療費の現物給付、いわゆる窓口無料化を行うことにより、国からの交付金が減額されるものでございます。さらに、先ほどお答えしましたとおり、助成額を約4800万円と見込んでおり、多くの予算を必要とすることから、その財源の確保が課題であると認識しております。以上、お答えといたします。橋本浩一君。ありがとうございました。高校3年生まで無料化にした場合、対象者は約3600人で、助成額4800万円を予定しておるということで、一方課題として、義務教育終了後となるため、18歳までの子どもの中には、学生でない勤労者や自立している者、また子どもが市外から高校生として市内に居住していたり、その逆もの場合もあり得るということで、いろいろ慎重に検討する必要も本当あるようでございます。またペナルティ等もあり、さらに4800万円のこの財源を必要とすることから、財源の確保も課題であるということで理解いたしました。子育て支援策として、この子どもの医療費無料化は子育て世代の保護者にとって非常にありがたく、安心して地域で暮らせる政策であると思います。また中村市長が1期目から掲げておられた高校3年生までの医療費無料化が達成されるわけで、子育て支援に大きく貢献できることであります。ぜひ実現していただきたい、期待しております。そこでこの高校3年生までの医療費無料化に対する思いと、市長の教育政策、また子育て支援政策に対する思いを伺わせていただきたいと思います。
市長、中村博夫君。おはようございます。橋本浩一議員ご質問の高校3年生までの医療費無料化の実現に向けて、そしてまた教育政策、子育て支援に対する思いをというご質問でございます。子育て世代の経済的負担の軽減は大変重要な施策であると考えており、段階的にではございますけれども、これまで確実に対象年齢を拡充してきたところでございます。高校3年生までというさらなる年齢拡充についても、先ほど健康福祉部長がお答えしましたとおり、いくつかの課題はございますけれども、一つ一つ知恵を出しながら、早い段階で実施できるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。また教育政策、子育て支援に対する私の思いについてもお尋ねでありますけれども、未来を担う子どもたちは宝でございます。昔から言われておりますとおり、私もそのように思っているところでありまして、出産前から子育ての期間中、子育て教育の両面からの一貫したきめ細やかな支援を行い、子どもたちを安心して産み育てることができる環境、子どもたちが安全安心で快適に学ぶことができる教育環境を積極的に整えてまいりたいと思っているところでございます。子どもたちがすくすく元気に育つような子育て支援施策を進めるとともに、子どもたちの生きる力を最大限に伸ばす学校教育の充実を図って参りたいと考えております。このふるさと八代が子育て世代の皆さんを含めた誰もが幸せを実感できる町になってほしいという思い、強い思いで取り組んでまいる所存でございますので、議員閣議におかれましてもこれら事業実施への取り組みに対しさらなるご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたしましてお答えといたします。橋本浩一君。ありがとうございました。本市にとって宝である子どもたちへの思いが、今回取り組もうとされている子育て支援の高校3年生までの医療費無料化、そして学校へのエアコン設置等の教育政策として現れていることが伝わってまいりました。ぜひこれらの政策を実現していただき、子育て世代の皆さんの誰もが幸せを実感できるふるさとを創生していただくことをお願いいたしまして、この項を終わります。次の3点目の答弁をお願いいたします。辻元経済文化交流部長。おはようございます。議員ご質問のクルーズ船の寄港状況と国際クルーズ拠点整備についてお答えいたします。八代港におきましては、海外からの大型クルーズ客船の寄港が増加しており、近年の寄港状況につきましては平成27年度14隻、平成28年度は15隻で、今年度が約70隻の寄港予定となっております。また今年1月、八代港は国により官民連携による国際クルーズ拠点に全国の6港のうち1つに選定され、さらに7月には国土交通大臣より国際旅客船拠点形成港湾に指定されたところでございます。今後は国と県および世界的なクルーズ船社ロイヤルカリビアンクルーズ社による耐震強化岸壁を含む新たなクルーズ専用バスや大型バス駐車場、さらには商業施設や関税出入国管理検疫のいわゆる CIQ 機能を持つ旅客ターミナル等の整備が進められ、将来は200隻を超えるクルーズ船の寄港が期待されます。これからの八代港は新しく設置されました
大型ガントリークレーンを含む新コンテナターミナルの供用開始、また官民連携による国際クルーズ拠点の整備等により、八代港の魅力や国際競争力も一層高まり、物流拠点と人流拠点を合わせ持つハイブリッドの国際港湾として期待されるところでございます。以上お答えいたします。橋本浩一君。はい、ありがとうございました。近年では平成27年度に14隻、28年に15隻だったのが、今年度は70隻以上の寄港と、大幅な伸びとなっているとのことです。これもクルーズ船の大型化に伴い、八代港の整備が国県主の太いパイプで早急に進められ、同時に市長のクルーズ船の誘致活動がこのマッチングした結果と言えると思います。さらに7月には国際旅客船拠点形成港湾に指定され、今後は官民一体となった整備がなされ、旅客ターミナル等の商業施設も整備され、将来は200隻を超えるクルーズ船の寄港が予定されるとのことでございます。本市へのインバウンド効果が期待されますが、反面、先の新聞にも掲載されておられましたが、クルーズ船の観光客のマナーの悪さにより、神社が閉鎖されたとの記事が出ておりました。全国的に問題となっているようで、本市でもマナーの指導、新たな観光ルートを検討されているとのことですが、マナーの面での対応策、また新たな観光ルート等について、経済交流部長に再質問いたします。以上、辻元経済文化交流部長。はい、自席類失礼いたします。ご質問のクルーズ船寄港への市民の反応、評判を踏まえた対応についてお答えいたします。クルーズ客船の寄港増に伴いまして、市内を周遊する大型バスの台数が増加し、臨港船を往来する多数の大型バスの列や八代城跡や妙見宮、市内の大型ショッピングモール、商店街、免税店および商業施設周辺で外国人観光客を目にする機会が増えてまいっております。このような中、全国的に言われております外国人観光客のマナー問題、とりわけ立ち寄り場所でのゴミ捨てや民家周辺での大声による騒音、交通マナー等に関する苦情や改善を求める声が多くなってきております。これに対しまして、市ではトイレの使い方や温泉の入浴方法の啓発ポスターの作成、免税店周辺の民家への立ち入り禁止看板の掲示、八代城跡や妙見宮へのマナーアップ看板の設置を行っております。またツアーコースとなっております八代宮周辺の渋滞緩和策としまして、大型バスの乗降場所を区分し、合わせまして警備員および市職員を配置し、安全対策を行っているところでございます。また八代港に寄港するクルーズ船観光のバスツアーの大部分は、特定の免税店での買い物や無料で見学できる観光施設への立ち寄りが中心で、本市での消費は限定的なものとなっております。このため観光客の方々に歴史、文化、食をはじめとする本市の魅力を満喫していただき、地元に経済効果をもたらすための事業を展開していくことが重要であると考えております。そこで市では、これまでも船会社や旅行会社に対し、熊本県や DMO やしろと連携し、本市の観光資源を含むコースを提案してきました。その結果、少しずつではありますが、免税店には立ち寄らない本町商店街一日満喫コース、満喫ツアーのようなプレミアムツアーが行われ始めております。このような新たな動きを捉えて、市内の観光資源の磨き上げを行うとともに、着付け、茶道、書道等の日本文化体験、八代海での船出浮きや球磨川でのラフティング等の体験観光の推進、球磨川の鮎をはじめとする特産の食を活用したものや、今後建設予定しております民族伝統芸能伝承館をはじめとした文化資源を活用するなど、
新たな観光スポットを見出してまいりたいと考えております。合わせまして県南地域の牽引役として県南15市町村で連携する熊本県南観光連携事業において広域観光パンフレットの作成、国内海外での開催される商談会への参加、メディアや旅行エージェントを対象としたモニターツアー等を実施しております。また定住自立圏を構成するシトラス観光圏推進協議会での広域的な観光ルート作りも推進してまいります。今後はこのような観光ルート作りを行うとともに、ツアー会社を足しげく訪問し、ツアー工程の見直しやツアーガイドの育成など、必要な要望を積極的に行ってまいります。これからも課題に対して一つずつ丁寧に取り組み、クルーズ船寄港の増加という大きなチャンスに、中国からの観光客の消費を確実に取り込むことで、本市の経済浮揚につなげてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。以上、橋本浩一君。マナー面については、啓発ポスターやマナー看板設置等を行っておられるとのことで、これからはこの旅行会社等の連携をしながらですね、やっぱ地道な対応を常に行っていくしかないように思われます。担当課の職員の皆さんには本当に大変でしょうが、根気強く対応をお願いしたいと思っております。また新たな観光ルートも多方面から検討されているようで、熊本県南観光連携事業や先般一般質問させていただきましたシトラス観光圏推進協議会での取り組みと広域観光ルートも期待しているところでございます。また本市内においても本町商店街一日満喫ツアーや日名温泉や日本文化体験、そして八代海の船出浮きや球磨川のラフティング等の体験も計画されているようでございます。先ほど泉町の谷川議員とも話しておいて、ぜひこの秘境五箇野荘の方面にもというような声も上がっておりましたので、ぜひいろんな方向からそういう検討もお願いしたいと思っております。またさらに今後建設予定の箇所八代民族伝統芸能伝承館も文化資源を活用した新たな観光スポットとして考えているとのことで、本市におけるインバウンド効果が期待されると思います。早い対応でこれらが実現されることをお願いいたしまして、この項を終わります。橋本浩一君。最後の4点目の質問でございます。先ほどの新たな観光ルートの一つの箇所八代民族伝統芸能伝承館の建設について質問いたします。以降はこれを伝承館と省略させていただきます。この伝承館は新たな観光ルートの一つとしても大きな期待が持てると思われますし、ユネスコ無形文化遺産登録された妙義山をはじめ市内にある多くの伝統芸能の保存継承に貢献できるものと思います。貢献できると思われるし、本市の伝統芸能文化の保護の観点からも大きな意味があるものと思います。先般この関連予算で調査費が議決されましたが、その調査状況も踏まえ進捗状況と整備基礎調査結果について経済文化交流部長にお尋ねいたします。辻元経済文化交流部長。議員ご質問の仮称としております八代民族伝統芸能伝承館の建設についてお答えいたします。なお以降は仮称を省かせていただきます。市内各地域に伝わる伝統芸能の保存継承におきましては、少子高齢化による構成員の減少や活動資金不足による衣装や道具の劣化、収蔵施設の整備状況の不備、各行事の縮小に伴う披露機会の減少、市民の関心の低下などさまざまな課題を抱えております。このようなことから平成28年5月に
八代妙見祭保存振興会をはじめとする関係4団体より八代民俗芸能伝承館の整備方について市議会へ陳情がなされ、同年6月定例会において採択されたところでございます。本市におきましては課長級の職員で構成する町内検討会議や下部組織の作業部会を設置し、平成24年4月に八代妙見祭保存振興会から提出されました施設整備についての提言書をもとに省課題の整理と検討を行い、報告書として取りまとめ、本年4月の政策会議において建設の方向で事業の推進を図ることとなりました。このような経緯を踏まえ、本年度業務委託いたしました八代民俗伝統芸能伝承館整備基礎調査につきましては、山鉾屋台行事の構成資産としてユネスコ無形文化遺産に登録された国の重要無形民俗文化財八代妙見祭の振興行事をはじめとする市内各地の民俗文化財の保存継承と交流促進を目指した情報発信拠点の建設を計画するにあたり、施設の規模、機能、内容、建設予定地選定、法的条件などの各種要件の整理と合わせてワークショップや類似施設へのヒアリング調査を行い、伝承館に求められる施設像を明確化することを目的に実施し、9月末に完成したところでございます。次に整備基礎調査の結果につきましては、まず施設整備のコンセプトとして伝統芸能の保存継承と交流促進を図る中核拠点としての位置づけ、伝統芸能を生かした地域活性化が図られる施設を目指すこととしております。またワークショップにおいて改めて明らかになった各民族文化財の現状や各団体が抱える課題について、伝承館整備によりどのように解決を目指すのかといった課題の整理とともに、全国各地の類似施設へのヒアリング調査から周辺環境との外観の調和や収蔵庫の高さの確保、来館者の興味を引きつける演出のあり方、地域の各団体との連携など施設整備にあたり考慮すべき課題をまとめました。これらの結果を踏まえ、伝承館に必要な機能としましては、八代妙見祭の笠鉾などの民族文化財の用具を保管する収蔵機能、民族芸能の継承活動の練習や公開スペースとしての後継者育成機能、文化財的価値に配慮した展示とともに案内ガイドの活用や多言語による情報発信を行うガイダンス機能、最後に祭り参加者や応援者の掘り起こしを図るコミュニティスペースとしての機能などを盛り込む予定としております。以上お答えといたします。橋本浩一君。はい、ありがとうございました。いろんな方面にわたって検討されたということがよく分かりました。八代妙見祭をはじめとするこの市内各地の民族文化財の保存継承と交流促進を目指した情報発信の拠点としてこれを位置づけて、施設の規模、機能、内容、予定地選定、法的条件等の整理と合わせてワークショップや類似館へのヒアリング調査を行われ、この施設像を明確化して9月末に完了したとのことでございます。報告書では機能としては収蔵機能、後継者育成機能、ガイダンス機能、コミュニティスペースとしての機能、この4つの機能を持ち合わせた伝承館ということで理解いたしました。そこで再質問ですが、伝承館の具体的な建設場所、その決定された経緯、規模、完成までのスケジュールについて経済文化交流部長にお尋ねいたします。以上。辻元経済文化交流部長。はい、次席よりご質問の具体的な場所や規模、完成までのスケジュールについてお答えいたします。まず伝承館の建設予定地 につきましては、現在の市役所仮設庁舎敷地、
松江城町の中央コミュニティ広場、西松江城町の市立博物館敷地内、同じく西松江城町の八代地方裁判所裏手の厚生会館第二駐車場付近、そして本町二丁目の民有地の5箇所の候補地の中から、交通アクセスの利便性、用地取得費の有無、駐車場スペース、周辺の文教施設との連携、埋蔵文化財の有無、関係法令上の制約などについて、課題の整理及びワークショップでの検討を行いました。その結果、博物館や商品券と一体となった文化ゾーンが出来上がり、これらを周遊できるような観光ルートを形成しやすいこと、関係法令上の制約が少ないこと、将来のインバウンド需要を見越した駐車場の確保ができることなどの観点から、厚生会館第二駐車場を伝承館建設の有力候補地としたところでございます。次に、伝承館の規模につきましては、先に述べました小機能を満たす面積として、おおむね2000平方メートル程度が必要となります。また建設スケジュールとしましては、来年度に基本及び実施設計に取り掛かれるよう準備をしている段階でございまして、平成31年度から32年度の2カ年度にで建設工事を行い、平成32年度中の完成を目指すこととしております。以上、ご回答いたします。橋本浩一君。はい、ありがとうございました。場所としては、厚生会館第二駐車場を有力地とし、その理由としては、博物館や商品券と一体となった文化ゾーンとして出来上がり、観光ルートとしても形成しやすい、また都市公園等の法的制約を受けないというなどの点から選定されたとのことでございます。また規模としてはおおむね2000平米、完成年度は32年度中の完成を目指すとのことでございますが、私の場所としては、確かに博物館、商品券、そしてその横には八代城跡と、この文化ゾーンとして非常にまとまっていて、良い選定だったと思っております。また完成年度は平成32年度と、これはクルーズ船の旅客ターミナル等の整備が完成する年度と思いますが、ちょうどいいタイミングで、この完成が出来上が完成するという思っております。さらにこのインバウンドに寄与できることを願うばかりでございます。そこで再三質問でございますが、伝承館建設による効果および国際クルーズ拠点整備を絡めたインバウンド事業の取り組みについて、市長の思いというものを伺いたいと思います。市長、中村博夫君。ご質問の伝承館建設によります効果および国際クルーズ拠点整備と絡めたインバウンド事業の取り組みについてお答えいたします。まず伝承館はユネスコ無形文化遺産に登録されました八代妙見祭をはじめとする貴重な文化財を見て触れて体験していただくことで、市内外の皆さんにまずもってその良さを知っていただきたいと思っております。そうすることによって本市の伝統文化に誇りや関心が高まり、伝統文化財の保存継承につながっていくものと考えております。また国際クルーズ拠点整備により、八代港が本市の玄関口として外国人観光客へのおもてなしの体制が整いというふうに考えておりますし、この伝承館が建設されることによりまして、市民の皆さんはもとより外国人観光客に本市の伝統文化を肌で感じてもらいたい、合わせて博物館、商品券といった周辺文教施設、さらには八代城跡から中心市街地まで誘導する周遊ルートが形成され、インバウンド需要を取り組み、本市活性化につなげることができるものと大変期待しているところでございます。
橋本浩一君、はい、ありがとうございました。この伝承館はこれまで非常にいろんな各団体から要望もあっていたということで、妙見さんはもとよりですが、非常に山奥の滅びつつあるような伝統芸能というのがですね、今やっと日の目を見てきたという、やっぱそういう思いが私はしております。妙見さんの小屋での披露というのが、いろんな各地の滅びつつ伝統芸能が皆さんの目に出てきた、それが今回この伝承館を建設することによって、これから継承ができるという、保存ができるという、そういう意味では非常に大きな意味があるんじゃないかなという思っております。また一方では、この急速に気候が増えつつあるクルーズ船の観光ルートとしてもですね、それが一つのツールとして活用できるということは、私は本当にいいタイミングでこの伝承館ができるという思いがしておるわけでございまして、さらにこのインバウンド効果というのもできるということは、市長が今5つの柱を立てておられます。その2つ目の柱でございますが、非常にこれをすることによって達成できるものと思っております。少々時間があるようでございますが、中村市長がこの2期目に掲げられておられますこの5つの柱の取り組みというのは、これまで私が質問した項目も踏まえて、将来のですね、この社にとってですね、今しっかり取り組まなければならないこの政策であると思っております。市長のこの今期の取り組みがしっかり生かされですね、将来の礎となることを願いまして、今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。